今月23日の夜、奈良県下北山村の国道沿いの斜面が高さ40メートル、幅2、30メートルにわたって崩れました。少なくとも車1台が取り残されていて、救助隊が捜索を続けていましたが、午前10時40分ごろに土砂に埋まった車の中から人の上半身の一部とみられるものを確認したということです。着衣は確認できておらず、年齢や性別は分かっていません。 消防によりますと埋まっている車は連絡が取れていない70代の男性のもので、土砂の中からバンパーやドアなどが見つかっていました。警察と消防が捜索活動を続けています。